ここでは東京工業大学社会人アカデミーにおいて8月に開講するコースリーディングデジタルについてご紹介いたします。昨今スマキットやケンブリックとして知られているデジタル技術とその社会へのインパクトが引き起こす変化や機会を生かして企業活動の変革を進化・加速化させることの重要性が叫ばれております。このコースではアイルランド国立大学とインテルが共同で設立した研究所である IVI イノベーションバリューインスティテュートが提案している DRA デジタルレディネスアセスメントとそのベースとなっている組織における IT の実践活用力に関する成熟度を評価するためのフレームワークである ITCMF IT ケイパビリティマチュリティフレームワークについて学びます。 IVI では MIT のロスが提案したデジタル戦略の注力領域であるセルとメイクおよびデジタル戦略実行の基盤となるオペレートそしてデジタル変革の戦略立案計画実行を統合し整合性を確保しながら推進していくプランの4つを組み合わせた PMSO フレームワークを提案しています。さらに IVI ではマネジメントの観点からデジタル変革を行うためのプロセスとして計画策定と実行のマネジメントから始まる一連の活動をデジタルビジネス活動の7つの組織行動マネジメント領域としてまとめております。 DRA に基づく評価によってこれら7つの組織行動マネジメント領域のどれに焦点を当てて成熟度を高めるべきかについて明らかにすることができます。7つの組織行動マネジメント領域にはその活動を支える実践活用力として ITCMF で提案されている35の重要実践活用力が割り当てられています。 ITCMF は精緻な体系から成り立っているフレームワークですがその中心にあるのが35の重要実践活用力です。これらの重要実践活用力はアカウンティング&アロケーションからトータルコストオブオーナーシップまで IT を利活用することによってビジネス価値を実現するという観点からビジネス全体を眺める超観図を提供しております。お問い合わせはこちらまでお願いいたします。